大人の事情は2016年のイタリアのコメディ映画。監督はパオロジェ・ノベーゼ。出演はカシア・スムトゥニアクとアルバ・ロルバケルなど。7人の男女が集まった食事会でスマートフォンの通話やメールの履歴をさらけ出すゲームをきっかけに夫婦や友人間に様々な疑惑が巻き起こっていく様を描いたワンシチュエーションコメディ。2016年の第61回。 ダビット・ディドナテッド賞では八部門計9つのノミネートを受け、作品賞と脚本賞を受賞したほか、アメリカトライベッカー映画祭脚本賞、ノルウェー国際映画祭観客賞などを受賞している。ある月食の夜、年頃の娘を持つ夫婦ロッコとエヴァの家に、ロッコの幼馴染みで親友のレレとコジモとペッペ、そしてレレの妻カルロッタとコジモの妻ビアンカが集まり、 夕食会が開かれる。たわいのない会話で盛り上がる中、エヴァの提案で7人の男女は互いに、秘密のないことの証として、スマートフォンにかかってきた電話や届いたメールや、メッセージを公開し合うゲームを始めることになるが、次第に7人の隠された姿が露呈していく。ロッテントマトズによれば、13件の評論のうち77%に、当たる10件が高く評価しており、 平均して10点満点中6.69点を得ている。様々な国や言語でリメイクされており、2019年7月には最も多くリメイクされた作品としてギネス世界記録に認定されている。ありがとうございます。